ノースフェイスのサンダルはウーホスのサンダルを超えるのかと、いろいろね、説明にも書いてある通り、あ、確かにこれは履き心地いいなと思います。これ同じように間違えてる人結構いてるんちゃいます？王者は王者なんやなっていう。はい、本日はですね、ノースフェイスのサンダルはウーホスのサンダルを超えるのかということで、こちらリカバリーサンダルを購入してみました。僕まだ一回もまだ履いてないので、どんな感じなのかわからないんですけども、このリアクティブフリップっていう名前のサンダルなんですね。ロバート・デ・ニーロみたいな感じで、区切るとこがちょっとどこかわからないけど、リアクティブみたいです。リで一回区切っていただきたいなということで、ロバート・デ・ニーロじゃない。ロバートでニーロになってますので、まあ、その辺もね知っていただけたらなということになっておりますが、今回サイズは10というサイズを購入してみました。まあリカバリーサンダルっていうとやっぱりウーホスが一番有名どころじゃないかなと思うんですけども、まあノースフェイスとかもいろんなブランド今最近こうやって出してるので、実際履いてないからどんな感じなんかなっていうところね見ていきたいなと思います。レビューとかでは結構なんかあんまり履き心地は良くなかったとか、いや逆にこれすごい楽ですねとか、いろんな声があったんですよ。で、中にはウーホスと比べて貼る方もいらっしゃったりしたので、履いていこうかなと思います。まあ見た目はこんな感じですね。触ってる感じもやっぱ柔らかい感じですね。かかととかも柔らかいし、前の方とかもなんか、まあ、全部同じ素材ですね。例えばかかとだけ柔らかいとか、土踏まずのとこだけ柔らかいとか、そういうわけじゃなくて、全部同じような柔らかさになっております。まあ一回履いてみましょうか。僕普段ね、サイズがバンズとかナイキとかも全部28なんですよ。で、これ今回も28で、うわ、これレビューあった通りですね。レビューに結構あったんですけど、サイズ確かにちっちゃいです。これは何やろ、27ぐらいの感覚なんかな。お、入らへん。足全部入らないですね。これ見てください。もし購入される方いらっしゃったら、普段のサイズではちょっとね、どこが入らへんのっていうと、ここめっちゃ狭いんですよ。この入り口めっちゃ狭いんですよね。だから足がね、かかとパン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 して、こういう風にしたら奥まで入っていくんですけど、そうやらんとね、スッとは入らないですね。確かにちっちゃいな。 0.5 っていうところちゃうかもな。1センチぐらいちっちゃいかもしれないですね。これ多分僕間違えてないと思うんですけど、28で買ったはずなんやけども、そうですね、 US10 の28で買ってるのでサイズは間違ってないんですけど、めっちゃちっちゃいですね。これは確かにレビュー皆さん読んだ方がいいかもしれないです。レビューでもちっちゃいっていうお声結構多かって、ハーフアップにしようか1センチアップにしようか迷いましたけど、1センチアップにしてよかったですみたいなの書いてたんですよ。ほんまかよ。そんなちっちゃいとかってよくジャケットでみんな言うけど、ほんまかよと思ったけど、こんなに感じたことないですね。確かにほんまやっていう、結構ちっちゃいなって感じですけど、実際の履き心地に関してはどうなんかというと、履き心地はやっぱり全然悪くはないですね。いい感じで柔らかいし、もうリカバリーサンダルやなってこう歩いててもふわふわこう包まれてるような感じの履き心地なんで、すごい履き心地はいいんですけど、ずっとこれ当たってますね。で、僕そこまで足のここの甲が高いっていうわけじゃないんですけど、それでもこの圧迫感結構きついんで、甲高の人とかやったら 1.5 センチぐらいアップしても全然いいんちゃいますかね。サンダルやからそんなジャストで履かな履かれへんっていうもんじゃないので、むしろジャストすぎると靴ずれしてくるじゃないですか。しかもこんなリカバリーサンダルやからね、レザーとかじゃないから、サイズ感ちょっとこれ難しいですね。結構セレクトショップとかで試着するのは全然いいけど、サンダル試着するのってちょっとなんか勇気いりますよね。前の人誰か履いてへんかなみたいな。新品やったら試着するのもまあいいけど、でも履いたとて買わへんかったら次の人に申し訳ないなってなってくるから、サンダルちょっと難しいな。ただね、もしサイズバッチリあったりしたら、いろいろね説明にも書いてある通り、あ、確かにこれは履き心地いいなと思います。で、何がいいのかっていうと、クッション性を一応構造は考えられてるらしいんですよ。で、どういう構造が考えられてるかっていうと、ウーホスとかもそうなんですけど、これウーホスなんですけど、ウーホスってこのソールの接地面、地面と接地面とこの足と接地面の2層になってるじゃないですか。で、これがひっついてるっていう感じなんですね。で、ノースフェイスの方法同じように、この接地面のボコボコしてるところと、あとこの上の部分っていうのがこう2層構造になってるので、それで衝撃を下ではしっかり取って吸収してあげて、上の方ではふわふわの履き心地になってるから、両方とも柔らかかったらグリングリンしてくるので、下ではある程度の硬さを担保しながら上の方を柔らかくしてるっていう、こうまあ2層構造っていうのがリカバリーサンダルでは結構多いんですけど、この点に関しては多分全く不満点とかないんちゃいますかね。ただなんかね、匂いがね、中学校とか高校の時の便所のサンダルの匂いにします。便酸かななんか忘れたけど、その匂いがすっごいするけど、これは履いてたら取れてくるでしょ。で、次がこれ歩きやすいようになってるの、わかります？ほんまかやと思ったけど、セミロッカーって言ってこうギュイーンとこう上がったんですよ。で、どういうことかというと、歩く時にこういう風に自然とこう前に出る、前ありましたね、スニーカーでオンっていうスニーカーあったんですけど、あれも同じくヒュッてこう前に勝手に行くんですよ。だから歩きやすいんですよっていうところがあって、特にこういうのってアウトドアのスポーツとか登山とか山登りとか山で走ったりするの終わった後にこれをパッて履いて楽に下山したり楽に休憩できるようにって考えられてるから、歩きやすさも全然歩きやすいんちゃうかなと思います。確かにこのウーホスとかって平面的、少しだけカールはあるんですけど、そんなにノースフェイスと比べてもこんなギュインっていうカールはないので、よりね歩くことを特化して考えられてるようなサンダルになってるんかなと思います。また難しいの作ってきますね。評価の仕様がめちゃくちゃ難しいんやけども、そんなやつをね作っていただいております。で、ちなみにまあ服装としてはこんな黒のサンダルとかやったら別に何でも合うから、だい
対僕ね、こうやって無地の服着ることもあるんやけど、もう極端なんですよ。無地で行くか派手で行くかっていう極端で間はないんですね。ちょっとだけロゴ入れるとかなくて、もう入れるんやったらドカンと入れるっていう感じなんで、例えばシャツとか着るにしても、こういうちょっと柄多めでちょっとサングラスかけてなんて言ったりするんですけど、こういう感じで黒のサンダルとかやったらもちろん全然合うと思いますし、黒のパンツだけじゃなくても、最近僕のマイブームの反り待ちスタイルでもこんな感じで履いたりしても全然問題ないかなと思うんですけど、いかんせんね、この値段がね9900円なんですよ。だから1万円切ってるから、値段として別にめっちゃ高いっていう感じじゃないんですけど、やっぱりね、リカバリーサンダルって皆さん、そうウーホスと比べちゃうんですよ。ウーホスがやっぱり王様なんですよね。だからウーホスがもうここの基準点であって、 M1 のあの漫才で言ったら第一組目みたいな、第一組目ってまず基準点なのよ。令和ロマンがそのまま優勝しましたけどもね、ウーホスが令和ロマンみたいなもんなんですよ。おい、一組目で出てきてこんなすごいの作ったん。その後いろんなブランドがリカバリーサンダルガーッて作っていたけども、やっぱり令和ロマンは超えられへんなって言ってそのまま優勝したじゃないですか。ほんまそんな感じで、ウーホスはもう令和ロマン状態なんですよ。じゃあこのノースフェイスは、あの強豪のノースフェイスが出てきたぞってなるんやけども、値段が9900円、ウーホスに関しては確かね8580円なんですよ。1000円以上安いんですよね。値段としても1000円少し安いって考えたら、皆さん大体このチャンネル見ていただいた方、ヘビースモーカーの方が多いっていうことで、1日4箱ぐらい吸うんですか。そういう方からしたらね、タバコ代浮いたって考えていただいたらいいですし、僕のジムの友達なんかも1日80本吸うって言ってますけど、1日80本吸ってジム来てるのってプラマイで言ったらちょっとマイナスやでって思うんやけど、まあ、それでも吸うてるんですけど、もう喉が声出えへんって言いながらタバコ吸ってますけども、それも正しいんかなと思いながら、まあ本人がいいからね、80のおじいちゃんやからそれはそれでいいと思うんですけど、そういう感じで値段的にはちょっと安いよということなんですけども、ちょっとねデメリットを言いたいなと思います。デメリットは何なのかっていうと、これはもう完全に僕が悪い、誰がなんて言ってももう僕が悪いんやけども、サイズが合ってないとにかくサイズが合ってない。サンダルの良さってパーって出かけるときにサッと履いていけるのが良さじゃないですか。これ履けない、サッと履こうと思っても履かれへんから、ちょっと待ってやーって言って嫁さんとか待たしてね、ちょ待ってまたあの家の鍵閉めんといてって言って、こうやってトントンして、でこの状態でやっと動ける状態になるんですよ。リカバリーサンダルって本来足をリカバリーするためのサンダルやから、そういうところで考えると僕のサイズが合ってないから、やっぱ1センチ大きい方を買っといたらよかったなっていうのは思うんですけど、1センチ大きいのを買ったことによって履き口が楽なるかどうかっていうのは分からないですよ。ただただ長さが伸びるだけで履き口はきついんか分からないけど、皆さんのレベル見てる感じだったら1センチぐらい上げるとすごい履きやすいっていうのは書いてたんで、まあ、多分ねサイズ間違いやろうなっていう感じです。だからもうサイズを間違ってるから、そもそもの履き心地のふわふわ感とかもう全てウーホスに劣ってるんですよ。万全の環境でちゃんとサイズも合わせて履くことによって威力を発揮するじゃないですか、こういうのって。だって歩きやすいとかで言ってるのに、サイズ合ってなかったら歩きやすいもクソもないんですよね。サイズ選びがすっごい重要になるサンダルなんやなっていうのをね、失敗して身をもって感じましたんで、視聴者さんとかでこう見ていただいて、わ、ちょうどノースフェイスのサンダル欲しいな、これ考えとってんとかっていう方は、これね、今この通常シリーズだけじゃなくて、このアミアミのキーンみたいなやつの新作も今年出てるんですよね。そんなんとかももしかしたらサイズがちっちゃいのかもしれないです。それもまだちょっと買ってみるのはわからないんですけど、もしねオンラインで購入されるっていう方はサイズをね気をつけていただいた方がいいかなというふうには思います。で、おすすめの人っていうのはどういう人がおすすめなんかっていうと、これはね結構レビューにも書いてあったんやけど、プールとかで子供と一緒に行くときにプール用として買いましたとかで、まあ、全然それで言ったら、これで行ってこれでプールのとこ行って、まあ、極端な話ね、でこれで買えるっていうこともやろうと思ったらできるじゃないですか。別にこれ乾くも待たんでいいし、まあ、ただプールを土足で入るっていうのはダメやから、それはあかんとしても、海とかもそうですね。友達と一緒に海行くねんって言って誰かが運転してて、じゃあ俺後ろ乗ってるわって、このサンダルで行ってビーチ着いて、でそのビーチもこのサンダルで行ったらいいし、でビーチから上がってきて砂とかバーって落とした時も、砂パーって落としてパンパンってやったら多分乾くから、そのまま帰れるじゃないですか。だから結構ねアクティブなシーンとかにはめちゃくちゃ向いてると思うんですよね。まあそれはウーホスも一緒。じゃあウーホスの違いなんなんて言われた時には、履き心地はちょっとウーホスの方がいいかな。点数で言うと92点がウーホスで、ノースフェイスのこれもすごい履き心地が良くて、今僕いろんなリカバリーサンダル履いて、以前買ったねダナーのリカバリーサンダルであったりだとか、あと他オネオネのリカバリーサンダルとか、あとそれこそこれ僕オフィス用で履いてるんですけど、テリックやったっけなっていうサンダル、これとかもいろんなリカバリーサンダル履いてる中で言うと、ウーホスをなくしたら多分一番履き心地いいと思います。だから89点ぐらいっていう感じなんだけど、ただウーホスが圧倒的に良すぎるから、僕ねスタッフのサンダル、仕事用のサンダルもウーホスで基本買おうとしてるんですよ。で嫁の分もさやし、スタッフの人も買ってるっていう感じなんで、まあやっぱり王者は王者なんやなっていう、改めてノースフェイスが悪いわけじゃなくて、ウーホスがすごすぎるから、やっぱりオイス君ちょっと厳しいよねっていうのがね正直な感想になってます。これ今動画見ていただいて10分ぐらいですかね、その間だけでもね足ね赤なってるんですよ。ちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、パッて今脱いだ瞬間ね足赤かったんやけども、これ見えるかな、ここ赤なってるの分かります？
もうずっと当たってるから赤くなってるんですよ。でこれでもし歩くってなるとおそらく靴ずれしてると思います。だからサイズが合ってない。でこれ見てもらったらね、この低いの分かります？足の履き口がすごい低いんですよね。手入れてても手でも止まるでっていうぐらい、入れんのちょっときついでっていうぐらい狭いっていうか低いので、これ同じように間違えてる人結構いてるんちゃいます？サイズ普段のサイズあかんわっていうのをね改めて気づかせていただきました。こっちも同様にやっぱ赤くなってますね。もうこうなったらスタッフの誰にあげるか。絶対履くことないもん。このサイズ感で合わへんってもう分かってるから、絶対履かへんって分かってるから、あげるっていう手がいいかもしれないですけども、まあ、そんなことでノースフェイスのねサンダルを紹介させていただきました。今年一応その新しいやつが出てるってことやったんで、もしレビュー気になる方いらっしゃったらさせていただきたいなと思ってるので、コメントとかで、わ、それ興味あるよ、興味ないよとかって教えていただけたら嬉しいなと思いますし、あとこのサンダル持ってはる方とかで、いや、サイズこれ、タグそれ間違ってんでって、このサイズの合わせ方が合ってんでとかっていうのもありましたら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思いますので、そういったことで、今回はね、リアクティブフリップっていうサンダルをね、ご紹介させていただいたという動画になっております。またここからサンダルも何個か増やしていこうと思ってるので、それで全サンダル比較みたいな。ビルケンストックもそうやし、テバもそうやし、キーンもそうやし、他にはテリックとかウーホスとかノーセースかもそう、いろんなもん見て、どれがやっぱ一番いい、価格とかパフォーマンスとか見た時に何が一番どういうシーンにいるのかっていうのもね、また作っていきたいなと思ってますので、楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、ノーセースのサンダルはウーホスを超えるんかという動画を撮らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。